はい、どうも皆さんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、今、まあ少し前に発表されて、まあちょっと話題になっているメルペイについてお話していこうかなと思っております。で、その中でも今回メルペイの登録とチャージのやり方についてお伝えしていこうかなと思っております。で、まずそもそもメルペイとは何なのかという、まあまあご存知の方多いかと思うんですけども、フリマアプリのメルカリっていう会社が提供したスマホ決済サービスのことをメルペイというふうに言っております。で、まあ主な特徴としたら、メルカリとかで売り上げた、売れた分の金額をそのまま、まあお金として使うことができるということと、銀行口座からチャージして使える。そして、クーポンなどもついてくるっていうのが、まあメルペイの主な特徴となっております。まあ、もう大体これがもうイメージ通り、結構、まあ知ってる人も多いとは思うんで、大体イメージ通りのものなのかなとは思います。で、早速なんですけども、まず、もう僕は iPhone ユーザーなので iPhone の、まあ、やり方として今回その前提としてお話をさせていただきます。で、まずメルカリのアプリもインストールされたら、真ん中下の方、まず1番目から見ていただきたいんですけども、下の方にあるメルペイというのがですね、今回の、まあ、新しいアップデートでも新しく入ったので、そのメルペイを押していただくとまず1番の画面になります。で、僕はまだ何も設定してなかったので、真ん中の売上金、ポイントをお店で使う、未設定という風に書いてると思うので、その未設定をしていただくと、2番目、電話番号の認証の画面に切り替わります。で、ここで電話番号の認証、次へなどを押していただいて、進んでいくとうまく電話番号の認証が行われるので、それが完了できたら3番の完了画面ですね。真ん中の部分が、電子マネー、ID を開くという風になっていれば、これでしっかりと認証できましたよという風な画面に切り替わっております。で、書いている通り支払い時は ID と伝えてくださいと。この部分を押したら、iPhone の ID の画面が開くので、これで支払い決済ができるようになっております。で、次なんですけども、例えば僕の場合、今ご覧の通りですね、売上とか、何も、特に入ってなかったので、そのまま、まずチャージしてみることが、先かなと思ったので、このチケットの購入ということで、失礼しました。ポイントの購入ということで、このポイントの購入の部分を押していただくと、5番の口座の登録の画面に切り替わります。で、この口座、銀行口座を登録するということで、その銀行口座からご自身のこのメルペイにチャージすることができます。で、6番、銀行口座の登録がうまく完了したら6番の画面に移ります。これでパスコードを設定することができるので、まあパスコードというのが、まあメルペイを使うときにフェイス ID であったりとか、パスコード、例えば画面開くときの暗証番号とか、それで簡単に設定することができます。そして7番、これでうまく登録ができたら7番の画面になります。今ちょっと黒く、消してるんですけども、この黒いレジでこの画面を見せてくださいというところが出てる後ろ側は僕の QR コードが出てるので、今回は消しております。で、8番の早速もう次へと押すとチャージする画面が出てくるので、チャージするというところで、僕は今回試しに1000円の金額をチャージするということで、9番の左上のメルペイ残高というところが1000円という風に切り替わったと思います。で、これで完了となるので、まあ、登録からチャージまで今回はお伝えさせていただきました。で、結構そんなに作業とも本当3分ぐらいで終わるような作業なので、まあよくメルカリ使われる方であれば、まあ全然多分やってみてはいかがでしょうかということと、あとは、まあ使う分に関しては、ちょっと次回の動画で実際僕がセブンイレブンに行って、今、出てる、11円のおにぎりを買って、その実践編ということで、どんな感じにやるのかなっていうところを次はレクチャーしていこうかなと思いますので、一旦今日はここまでにしたいと思います。そしたらぜひ、この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、ツイッターなどもやってるので、フォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はここまでにしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。